そう語る会をするんですが、ちょっと待っててもらっていい？ちょっとごめんなさい、ちょっとだけ待ってね。30秒数えて、30秒で戻ってくるから。30秒もかかんなかったや。何秒だった今。1,2,30。 いや数をちゃんと数えよう。メガネかけるか、ちょっと。あー、メガネ落とした。ちょっと待って、でもさ、ここにあれがあるからさ、ちょっとあれなんですけど、3月のスケジュール発表された。あ、本当？さっき発表されたんか。じゃあまずそこから行くか。3月のスケジュールが発表されたそうです。そうなんですか？そうなんですかじゃないよ。どうすればいいのかな。ホームページに上がってた。本当？早いね。あ、待って。あ、動画が流れるけどミュートだから大丈夫だった。焦った。これは最新、鉄キャストスケジュール、鉄役キャストのスケジュール、はい、ということで、私は3月の4日から7日と、25から27に出演させていただきます。仮にも一応愛媛では役者として頑張ってるのに、そこで変なとこで噛んだっていう。出演させていただきます。そう、もうね、3月に2人はね、もう千秋楽を迎えちゃうっていうことで。そうなんです。早くない2期、早くない、千秋楽早くない、えって感じなんですけど、ルンはまだ正直千秋楽は3月の時点では迎えないので、かゆいな。皆さんぜひ見に来てください。ということで、じゃあもう早速ね、捨ていく前にちょっと一回ジョン・マイ・ラブについて語る会、語る会のやってますよっていうのをツイッターにツイートだけするね。そうなんです、11日がね中止になってしまったんですけども、もう多分もうこれ以上は中止になりません。もう全部やりますから。はい、よし、やるぞ。じゃあもう早速ね、早速質問答えていきたいと思います。まあね、ジョン・マイ・ラブに話なら何でも語ってくださいということをいただいたので、まあ、ひたすら語りたいと思います。お稽古の時の裏話っていうことで、はいちゃんさん、服ありがとうございます。お稽古の時の裏話、そうですね、何がいいかな、ま、お稽古の裏話はなんかこの後のキャストさんたちの第一印象とかでなんか語っていけたらいいなと思います。他の俳優さんでなぎなた上手なのは誰？そうですね、なぎなたはてっちゃん以外振ってないんで、今んとこ私もちょっとわからないんですけど、まあでも縦指導の大岩さんがなんか見本で入ってくれた動画とかをたまに見て、いやかっこいいなって思いながら見てますね。そう、あー本当にね、アルミンズランクさん、ハートありがとうございます。やっぱでも盾の先生っていうこともあるんですけど、本当にかっこいいなって思ってて、なんかね、いやもうそりゃもうだってプロなわけですから、もうそりゃ当たり前、かっこいいのは当たり前だよっていう感じなんですけども、いやしびれるなって思いますね。鉄以外にやってみたい役はある？
はいちゃんさん、小判ありがとうございます。鉄以外にやってみたい役、鉄以外にやってみたい役、でも本当に私てっちゃんのことが大好きで大好きでしょうがないから、なんか難しいな。鉄以外にやってみたい役、なんか一回なんかその鉄以外でどんな役やってみたいですかみたいなっていう質問を何回かいただいたんですけど、そうです。桃の天ぷらさん、服、アルビズランクさん、服、ありがとうございます。鷹の城とかかな。いやー、それか、さや鉄の万次郎。じゃあ次。キャストさんたちの第一印象。わかりました。これはね、キャストさんの印象を聞きたいっていう、お話じゃない、質問が何個かあったので、誰から行けばいい？ニキキャストから言ってもいい？そうですね、まずそろそろ左右まだか、まず村井さんはなんかやっぱ同じ愛媛出身っていうこともあったんですけど、なんて言うんだろうな、話せ、なんて言うの、仲良くなれるかなって言ったらちょっと変なんですけど、なんかね、どんな人なのか、なんか顔写真調べたんですよ、やっぱ気になって。そう、なんか次の万次郎さんこの人ですみたいな聞いて、あ、じゃあどんな人なんだろうって顔写真見ても、あ、こういう人か、どうなんだろう、怖くはないと思うんだけど話せるかなっていう、ぶっちゃけそういう不安はあったんですけど、でもいざ初めて会ったら普通に話しかけてくださって、パキッと普通に話しかけてくださって、あ、結構話しかけてくださるんだなっていう風に思ったんですけど、でもなんか印象としてはね、声が大きいなっていう印象しかちょっとなくって、っていうのもなんかその初めてその稽古、演技の稽古をした時に、あの万次郎の第一声って中浜万次郎にござりまするやろ。で、私はちょっと天野さんの万次郎見たことが、あ、何回か見てきたから、あのこの人ってどんな風に来るのかなって、中浜万次郎にござりまするみたいな声でかって思って、私も本当にさ、びっくりしちゃって、最初それ聞いた時に、そう、え、こんな感じなんだこの人の万次郎みたいな、なんか本当に声でかいの、声が大きいんですよ、もう本当にね、それが大きすぎて、私なんかそのシーンだと毎回声でかってつぶやいちゃって、リサさんにめっちゃ笑われるっていうね、っていう印象ですね。ごめんなさい。はやちゃんさん、レインボースター、玉国さん、福、マモさん、福、はやちゃんさんが米俵でいいかな、ありがとうございます。本当にこれはマジで思った、声でかって思いましたね。でもあと声めっちゃ低いなっていうのも思ったんですよ。声でかいし低いってなんなんていう話なんですけど、そうなんで、あ、この人こんな感じなんだみたいな、そう、1期と2期で全然違う万次郎なんですよね、本当に面白い。飯田博之さん、服、ありがとうございます。でもなんかすごい村井さんはめちゃめちゃ面倒見って言ったらなんかすごい偉そうな言い方なんですけど、なんかすごい結構あの結城さん、竹迫さんの歌とかめっちゃ見てるし、なんか、あ、すごい、なんだろうな、なんかめちゃめちゃ面倒見のいい方なんだなって思いました。じゃあ次、ごめん、鼻で笑っちゃった。じゃあ次、しーちゃん。しーちゃんはね、最初さ、しーちゃんに会った時に、あ、なんかすごい真面目そうな人なのかなって思って、ちょっと仲良くなれるか不安だったんですよ。玉国さん、サイリウムありがとうございます。そろそろ左右いいんじゃない？あ、いける、熱っ。そうなんですよ、なんか本当に、あ、すごい真面目そうみたいな、あ、仲良くなれるかなってめっちゃ不安だったんですよ。なんかで、なんか最初会った時はあんま話せなくって、で、まあ2回目の時はちょっと演技の稽古もあったんですけど、やっぱでも最初しーちゃんの歌声聞いて、うわ、美声って思ったのはめっちゃあった。でもそれはどのキャストさんにおいてもそうだった。もう美声しか飛び交ってないから、もう私ね、もういろんな意味でもう、あってなってて、これは私ちょっと頑張んないとなって思ってたんですけど、そうですね。でもしーちゃん、今のしーちゃんってなんか私、ハッ
に近いものを感じるんだけど、なんか羨ましいぐらいに面白いんですよ。うん、そう、なんかなんて言うんだろう、その人が面白くしようと思って面白くしてるわけじゃなくて、もう自然と面白いというかっていうのがめちゃめちゃ羨ましいなっていう風に思ってるんですけど、あとそうね、しーちゃんは眉が とにかく眉が綺麗で顔も綺麗、本当になんかそう、眉の形めちゃめちゃ綺麗なの、本当に私なんかねマジで思うんですよ。みんなさ、もし今度さジョーマイラブ配信あったら、マジでしーちゃんの眉の形に注目してほしい。眉の形本当に綺麗で、で普段しーちゃんお出かけするときって多分ほとんどメイクしないと思うんですけど、なんかもう本当に綺麗なの、羨ましいぐらいに、いやいいなって思いますね。そう、ハンキーキャットさん、レインボースターありがとうございます。キャストさんの印象話すだけでめっちゃ時間かかるね。まあいいや。じゃあ次、トーコ。トーコはね、会った時にあ、なんかすごいふわふわした可愛い子が来たなみたいな感じ、なんかすごい偉そうなんですけど、なんかすごいふわふわした可愛い子が来たなって思って、そうなんかそうなんです。まなんかで、トーコのことはあの長妻のリンさんから結構聞いてて、結構というかなんかすごい背丈も同じぐらいで絶対ルンバと仲良くなれると思うっていう風に聞いてたので、あのなんか仲良くなりたいなっていう風に思ってたんですけど、トーコは本当にねもう心の支えじゃないけど、なんかめちゃめちゃトーコのこと好きなんですよ。もちろんしーちゃんのこともめっちゃ好きですよそうなんですけど、っていうのもなんかそのトーコとはそのあんまりその、まあ、東京で何回かお稽古あった時はあんまり話せなかったんですけど、その愛媛に来てからなんか徐々に話すようになって、なんかトーコが結構アナ雪が好きで、私もアナ雪好きだからそれでちょっと話があったりとか、なんかたまたま同じテピカジェル持ってて、なんか一緒の持ってるねみたいな話したりとかしてたんですけど、そのトーコに、なんて言うんだろうな、すごいトーコに対してすごい信頼じゃないけど、なんかそれに近いものを感じたのはやっぱ稽古前日じゃない、2期の初日前日だから12月14日になんかトーコとすごい距離が近くなって仲良くなれて、でそう、もう最初トーコさんって呼んでたんですけど、もうトーコって呼ぶようになって、敬語もなくなって、しーちゃんもいつの間にか敬語なくなってしーちゃんって呼ぶようになってたんですけど、そうなんか本当にトーコはね、なんかもう私もその時さ、稽古じゃない、初日前日だったんですけど、稽古でいろいろ不安なことがいっぱいあったんですよ。まあそうなんですよ。でそれでもう私でもそれなんでトーコにあれ言われ、どういう流れで言われたのか忘れたんですけど、私が本当になんかすごい不安に思ってることをトーコが話してくれて、なんかでもそれ私号泣しちゃって、もうそこで一気にそのトーコに、トーコと打ち解けられたというか、まあ、その他にもいろんな話して、なんか一気にトーコと仲良くなれたなって思ってます。あとね、ちょっと話戻るんだけど、しーちゃんにはね、よく私もうスイーツ情報はしーちゃんにめっちゃ絶対送っちゃうの。そう、なんかしーちゃんこれめっちゃ美味しそうみたいな、そうめっちゃ送りますね。ゆうやさん、服ありがとうございます。じゃあ次、はずきさんですね。はずきさんはちょっと第一印象があんまり話せてなくて申し訳ない。はずきさんは第一印象っていうのはあんまりないっていうのは、実はそのはずきさんはあの私が8月の稽古に初めて、私が8月の稽古に入った初日に初めて話しかけてくださったのがはずきさんだったんですよ。っていうのも、葉月さんカードキャプターさくらが好きなんですけど、私がねあの稽古の休み時間中にあのこれカードキャプターさくらのポーチなんですけど、これに目薬入れてて、でじゃあ調子目薬刺さなきゃっつって、ちょっとコンタクトきついなって思いながら刺してたら、葉月さんがそれカードキャプターさくらって声をかけてくださって、めっちゃ好きなの私もみたいな。そうで、なんか葉月さんがちょっとなんか心の支えとして持ってきてるさくらちゃんとシャオランのクリアファイルとか見せてくださって、であとはちょっとこれはね言えないんですけど、他にも共通点があったんですよ、たくさん。でもやっぱ同じ愛媛県出身っていうのもあったんですけど、ちょっと言えないけど共通点があって、
いっぱいで、それでもう葉月さんとっていうかもう女神様だなって思った。第一印象が女神様、話しかけてくれたことが嬉しくて、私本当に緊張しすぎてて、もうなんかさ、しかもなんか最初の稽古があのペアダンスのやつで、もうなんかさ、その天野さんともなんかあお願いしますみたいな感じだったし、なんかそのまだまだ全もうみんなとの距離がすごくて、もう休憩時間中の気まずさ半端なかったんですけど、そう本当にその女神様である葉月さんが声をかけてくださって、で葉月さんは本当にいろんなことを教えてくれて、その私たちがいない間にその葉月さんが、葉月さんとか長妻の凛さんとかがそのてっちゃん役として入ってくれて、だからいろいろ教えてくれて、ここでこうするんだよとかとか、なんかそうですね、なんかいろいろ教えてくださって葉月さん、なんか本当に女神様ですね。白湯飲むのをね忘れそう。じゃあ次タマさん。タマさんはもう第一印象がね、私の中だともう鬼レクのお母ちゃんなんですよ。お母さん、そう、あの鬼のレクイエムっていうジョン・マイ・ラブの一個前の作品があったんですけど、それの私千秋楽感激させていただいたんですけど、もうそれのその桃太郎のお母さん役だったんですけど、桃代さん、そうのあのきびだんごの歌がもう感動して、なんかで後で知ったんですけど、その2期のお国さんだよっていうのを聞いて、あそうなんだみたいな、いやもう第一印象が本当にそれなんですけど、なんかそれが本当に感動して、でその東京の稽古でお会いした時にもめちゃめちゃ感動しましたっていう風に言ったんですけど、タマさんはなんか本当にお母さんみたいな存在、なんか結構仲良くなれて本当に嬉しいなって思ってて、でもいろんなことを教えてくれて、特になんかね優しいなって思ったのが、その結構稽古で浴衣を着るんですけどね、あの自前かその劇場が用意してくださったもの、私自前だったんですけど、なんか浴衣の畳み方を夏に教えてもらったのに12月になっても忘れちゃってたんですね。でもなんかその誰かに聞くのもなーって思って、夏目さん服ありがとうございます。でちょっとあのさすがにあのちょっと舞台の花道の方とか借りて、ちょっとあのスマホで調べて、で、あこうやって畳むんだっけみたいな、あーみたいな感じでやってたら、たまたまタマさんが通りかかって、何調べてやってんのみたいな、教えるよみたいな教えてくださって、感動でしたね。あれは本当になんかもうそうマジで感動した。なんかえ優しいって思って、はやちゃんさんハートありがとうございます。そうそれでね、もう畳めるようになっていう方もあの教えてくださったから、本当にねもう感動しました。であとタマさんは結構打ち掛けの着方というか、そのあのやっぱ打ち掛けのシーンがあるんですけど、ジョン・マイ・ラブ、そうそれもねなんかめっちゃ苦戦して、結構8月の稽古の時もみんな苦戦してて、めっちゃ大岩さんが教えたりとか、カエさんが教えたりとかしてたんですけど、タマさんがね結構教えてくださって、2期ではそうもうあのあやねもユーナも私もみんな打ち掛け苦戦してたから、そう本当にね。あと私ねタマさんのねあのクニさんの最大の嫁入り道具用のとかがめっちゃ好きで本当に好きなんですよ。そうあそこのねシーンめっちゃ好きですね。次誰行こうかな。まあ今2期出てらっしゃる方で行くと、そうだな、じゃあ翔太さんはなんかあなんか翔太さんのなんか第一印象じゃないけど、あのメバチコのイメージがちょっと強くって、8月の稽古の時にメバチコだっけ、メイボだっけ、あもうどっちでもいいや、メバチコができて、なんかなかなか治らないっていうことがあったんですよ。で私なんか最初ね見た時めっちゃびっくりしちゃって、結構目腫れてたから、そうっていうイメージがちょっと強いですね、翔太さんは。でも翔太さんは今縦のあのなんだ、大岩さんがいない間その縦の指導をしてくださって、いろいろ教えてくれる。であのうちのもういいやもうこの話よ、うちのお父さんが最近めちゃめちゃ舞踊にすごいハマってるっていうか、もう舞踊推しなんですよ。めっちゃ
でもやっぱその翔太さんの普段とのギャップがいいんだよな、ははみたいな感じでめっちゃ言ってて、そう本当になんかね、本当に舞踊が好きで、なんかお父さんにどこのシーンが好きなのっつったら、あのやっぱ舞踊さんの鉄様のことも書いてありますよとかかなみたいな、その話ばっかりやな本当にみたいな、マジ舞踊さんの話ばっかじゃんみたいな、本当にそうなんですよ、今高岡家で大人気です舞踊さんロミツさん服ありがとうございます。でもそうですね、本当にあとあれかな、私結構好きなのがあのジョン・マイ・ラブがまだ始まる前とか8月の頃にあのなんかツイッターでさ、ジョン・マイ・ラブ見に来てくださいみたいな動画が上がってたんですけど、あれの舞踊さんのがめっちゃ面白かったあの後で大岩さんが出てくるやつね、そうあれが本当に面白かったですね。じゃあ次、たけちゃん、たけぞ、ゆもてぃさんめっちゃ私たけちゃんって呼んじゃうからさ、ねゆもてぃさんはなんかこの話初めてするんですけど、やばい、第一印象の話しなかった。あでも第一印象はね、あのなんか年齢が同じぐらいかな、同じぐらいは嘘か、でもなんかその25とかなのかなみたいな、そんな離れてないんだろうなって思ってたら意外と離れててめっちゃびっくりしましたね。伊達抹茶さんありがとうございます、本当にびっくりした、あれなんかね、えみたいな、え全然年近くなかったと思って、私それが一番びっくりしてるんですけど、それがもう第一印象だったんですけど、そのユモティさんと私2日連続で T シャツが被ったんですよ、あのいつだっけな、あの大晦日、大晦日じゃない、年末年始の公演の時に、だいたい公演前になんかあの、まあ、縦返しって言って、まあ、縦のシーンをまあおさらいするみたいなのがあるんですけど、カラスのカーコさん服ありがとうございます。なんかそうで、なんだろう、だからまあその時もレッスン着というか、まあ、稽古着、レッスン着なんですけど、で私もうその時ちょっと長袖ともう T シャツはジョン・マイ・ラブの漂流 T シャツとジョン・マイ・ラブの T シャツしかなかったんですよ。でだからそのじゃあ今日漂流 T シャツ着ていくかっつって着ていったら、あのタケちゃんと被ったんですよ、ユモティさんと、そうユモティさんと被って、でそれだからあので大体あの2幕の先生鉄様私があのシーンもやるんですけど、その時になんかあの2人とも同じ T シャツ着てるのちょっと面白いなって私自分で思ってたんですよ。でそれでまあその日は終わって、でまた次の日になったら今度はジョン・マイ・ラブのポスターの T シャツが被ったんですよ、ユモティさんと。でまたその先生鉄様私があのシーンでまた被ってて、でさすがにあの村井さんと佐藤さんに突っ込まれましたなんで2日連続同じなのって言われて、それがめっちゃ面白かったですね。じゃあ次は天野さん、天野さんはねやっぱその8月の稽古に参加してたのもあって、やっぱそのなんて言うんだろうな、天次郎のイメージも結構強いんですけど、天野さんめちゃめちゃ面白いんですよね。結構私だから稽古中に笑うことめっちゃ多くって、ルンバよく笑ってくれるよねみたいな話をねしてくださるんですけど、うん、天野さん面白いんですよ。だから面白い方だなっていうのが第一印象だった。であとは MC がめちゃめちゃすごいなっていうのをなんだお正月限定コンサートで思いました。そう本当にあれがねなんか感心するっていうか本当にすごいなって思って、でもそうですね、やっぱ愛媛大好きのイメージが最近は強くてそうなんですよ、愛媛大好きなイメージが強いのと、あと天野さんがすごいいちご好きみたいで、なんかそこはもう共通点だなって思いました。あと結構甘いものを食べるの好きなのかわかんないんですけど、結構なんかツイッターになんか今日の甘いものみたいなの載せてるじゃないですか。あーいいなとか、めっちゃ愛媛満喫してるやんっていうのをねよく思います。次はルンルン、
今村渡るさんですね。私はルンルンって呼んでます。ね、ぶっちゃけルンルンの第一印象って、うわこの人絶対怖い人だって思ったんですよ。そう、なんか割とさ顔が濃いじゃない。だからその本当にちょっと、あこの人と私仲良くなれそうにないってめっちゃ思って。万次郎のイメージが強いせいか、天野さんの口見て笑ってしまってる人、あでもちょっとわかるよ。ダメだダメだって言った瞬間ちょっとね笑いそうになる毎回。ああアマンドーだーみたいな、アマンドーだっていう。じゃあ話戻るね。そうルンルン、でもルンルンはもう今ルンルンって呼べるぐらいには仲がいいんですよ。でもな、そうルンルンってなんで呼び始めたかっていうと、何やったっけ、8月の稽古でそのなんか渡るんばっていう、なんか俺渡るんばねみたいな感じで言われて、ちょっとルンバ取らないでくださいよみたいな感じで言ったら、じゃあルンルンって、じゃあルンルンにするわっつって、でそっからルンルンって呼ぶようになったんですけど、だから8月の稽古はルンルンさんおはようございますっていうのが日課でした。私は絶対1日に1回は言ってたそれを。そう、まあでもやっぱそのなんて言うんだろう、そのやっぱ作品の中でもてっちゃんにとってはお兄ちゃんだから、ほんとお兄ちゃんみたいな存在ですねルンルンは。そうでもだからほんと最初は、あ絶対怖い人だなこの人ってめっちゃ思ってたんですけど、全然そんなことない、普通に優しいお兄ちゃんでしたルンルンは。じゃあ次ゆうきさんですね。竹迫さんゆうきさんはね、なんだろう、最初ねその東京の稽古で会った時になんか、あめっちゃ竹蔵に似てるってちょっと思っちゃったんですよ。というかなんか、あすごいなんか大人っぽいというか方が来たなみたいな、この人何役みたいな、えみたいな、私最初思った、なんでこっ、そのやっぱあのユモティさんに似てたからさ、なんでこっちにいるのって最初思っちゃったんですよ。でもただその後でリサさんになんか似てましたよねって言ったら、やっぱ私もそう思ったみたいなで盛り上がったんですけど、まあ、でも仲良くなれるかめっちゃなんか、みんな仲良くなれるか不安だなしっていう第一印象ありすぎてちょっとあれなんですけど、そうなんかめっちゃ不安だったんですけど、でもやっぱそなんかあんなに言うのはすごい、なんか関西弁喋る感じの、あこんな人なんだ全然違ったなみたいな感じだったんですけど、やっぱ愛媛の稽古で一緒にあの一幕の一番最後の曲あるじゃん、あれを一緒に練習しましたね。そうあとなんかよく稽古で着てるさ上着がかっこいいなって思ってて、私もなんかああいうの欲しいんだよね。なんて言うんだっけああいうの、忘れました、なんて言うんだっけって、あんま見たことないかみんな。そう、それがねいいなって思うんですよ。にゃんばくさん服ありがとうございます。次カジさん、カジさんはもう第一印象がジョジョだったっていうのを、私のうちの家族がね、あの第一印象じゃない、うちの家族がジョジョ好きなんですよ。でそれでカジさんもジョジョ好きだったから、あジョジョ好きな人がいるみたいな、だからもうカジさんの第一印象はジョジョだったんですけど、で結構ジョジョの T シャツ着てることが多くて、私はその8月の稽古だと毎回カジさんは今日何の T シャツ着てくるのかなっていうのに注目してました。今日はジョジョなんですねとか、今日はジョジョじゃないんですねみたいな、たまにガリガリ君の着たりとか、あのイノトンのポロシャツ着たりとかしてて、あ今日はで、大体私は家族にカジさん今日の T シャツジョジョだったよとか、今日の T シャツジョジョじゃなかったよってめっちゃ報告してます。でも本当にお父さんみたいな存在でっていうのを、私お母さんもそう言ってるみたい、なんか本当になんかあんたカジさんの話をよくするから本当になんかお父さんみたいだねって言ってました。本当にその通りだと思う。福さんじゃないマモさん、福ありがとうございます。でも本当にカジさんのね前説が毎回楽しみで、今日は何の話するのかなみたいな言いながらね裏で準備してますね。次もうじゃあ黒田さん行くか。黒田さんはねすごい、なんて言うんだろう、第一印象あんまり覚えてないんだけど、めちゃめちゃ真面目な方だなっていう風に思ってて、そうなんか本当にねすごいなって思ってて、
なんかね、もうその公演やって、でもあの夜はお仕事されてみたいな、なんかよく黒田さんに会うんですよ。本当にすごいなって思ってた。私だったら絶対に休みたいから無理だっていうのを黒田さんはやってらっしゃるから、めちゃめちゃすごいなって思った。黒田さん最初ね、なんかカオルさんって呼んでたんですけど、今ルンバって呼んでますね。はい、でも毎回そうですね、なんかあの、であとさ、2幕の時に毛虫に食わせるには惜しい餌だなっていうとこあるじゃん。あの時てっちゃんの顔ガッてやるんですけど、やっぱその最初の稽古だとめちゃめちゃなんかお互い気まずいじゃない。だから普通に顎食いみたいになってたのがめっちゃ面白かったそう、あれね、今だともう容赦なくね、ガッてなってるんですよ。最初やっぱね、なんかやっぱお互いさ、まだそんなに知らないから、なんかね、ちょっと遠慮しちゃってそれがめっちゃ面白かった。ソランさん、服ありがとうございます。次、ゆうたさん。ゆうたさんはなんか結構その2期のキャストの中でもめちゃめちゃいじられてるというか、なんかゆうたさんに直接いじったりはしないんですけど、結構なんかゆうたさん見ながらちょっと遠くの方でいじるみたいなことがあって、あの ABC ダンスがあるんですけど、その時にゆうたさんがめっちゃ N の練習をしてて、ポーズので、みんながそれをめちゃめちゃ気に入ったっていうか、すごいみんながね、あ、N だよ N みたいな。でもゆうたさんめっちゃ N が上手なんで、皆さんそこに注目してくださいね。じゃあ次、佐藤さん。佐藤さんのはそうですね、あの8月の稽古の時に梶さんがやっぱ鬼のレクイエムに出演されてたっていうのもあって、あの梶さんが結構その弦の新役をやることが多かったんですよ。だから私最初ちょっとね、なんかちょっと混乱したっていうのがあった。あれ、おじさまなのかお父ちゃんなのか、一体どっちなんだみたいな感じで、ちょっとあたふた思った時はあったんですけど、そうですね、佐藤さんはでも普段あの結構歌のこといろいろアドバイスしてくださって、でも本当になんだろうな、でも佐藤さんともね結構話せるようにはなったのかなって思ってますね。やっぱ8月の時に比べると、そうって思います。私は個人的に、やばい、ここですっげー話したから、じゃあ次ちょっと行くね。他の役者さんも含めて着てみたいなって思った衣装はありますか？そうだな。他の、そうだな。あれかな、おきくちゃんの一番最後の衣装とか、まぶちとか、あとなんだろう、着てみたいなって思う衣装、おきくちゃんのさ着物好きなんですよ。一幕のすごい柄かわいいなって思うね。そんな感じかな。劇中で歌ってる歌のタイトルを分かる範囲で知りたい。これはね、あのちょっとパンフレットをぜひあのぜひね、あのもしあの劇場に来た際にはパンフレットを、オンラインでもさ2期のキャストのパンフレットとかね発売されたらいいんですけどね、ぜひパンフレットに載ってるので、ちょっと私さ、そのパンフレットにどの曲の歌のタイトルが載ってるかってよく分かってないから、ちょっと何とも言えなくて申し訳ない。はいちゃんさん、サイリウムありがとうございます。パンフレットをね買っていただければ分かると思います。宣伝になるぜ。男性キャストさんのルンバちゃん的面白い順ランキング、あ、ランキングつけるの難しいな。でもやっぱ面白いなって思ったのは天野さんですね。アイドルの時と鉄の時、歌いながら動くことに違いはめっちゃあります。そう、なんかあのめっちゃありますっていうか、もう違いだらけ。やっぱそのなんだろう、やっぱアイドルの時ってもう結構動きが激しいのもあって、そのあのなんて言うんだろうそのあのつって、だからもう声結構歌うことにっていうか、もう大きな声出すことに結構必死なんですけど、やっぱ舞台になるとその感情というか気持ち
がやっぱ伝わらないといけないくて、でも私結構気持ちを込めて歌うのすごい苦手なんですよ。だからその部分が全然違ったかな。であとやっぱそのセリフのように喋るっていうと、だからなんか一番なんて言うんだろうな、はやちゃんさん小判、山さん服、ありがとうございます。やっぱそのなんかあとしゃくりっていうのかな、まあこれは動きながらじゃないんですけど、結構その8月の稽古で言われたのはすごいしゃくりが多いねって言われて、なんか私はあのここがこれはしゃくりだっていう風に意識して、しゃくりってまず何みたいな感じからだったんですけど、やっぱそのそこがやっぱ違うなって思ってて、だからその基本的にそのジョン・マイ・ラブの時はしゃくりはないようにって思って歌ってますね。毎公演ごとに変わることって何かありますか？いっぱいありますね多分。まあでもいろいろあるから、多分これはねこの後の質問でも多分話していけるんじゃないかなと思ってるので、ちょっとその時にまた話せたらいいなと思います。何回か演じてきてルンバちゃん的に演じ方が変わったところはある？なんだろうな、8月の稽古からは随分変わったなっていう風に思ってて、なんか今の私のてっちゃんって割とちょっと子供っぽいというか、なんて言うんだろうなっていうところがあるんですけど、なんか一番よくわかるのはゆうやさん、ハートありがとうございます。なんか今だとさ、あのこの方が用もないのにいちいち我が家に立ち寄るんです、あ違うな、そこじゃないな、やっぱ一番よくわかるのあれかな、あのメドレーのとこかな、あの万次郎とてっちゃんが2人で歌うシーンから、あの何かが始まるまでのメドレーあるじゃないですか。あそことかはすごいもうてっちゃんの表情コロコロ変わってたんですけど、8月だとなんか結構なんか本気でキレてるじゃないけどさ、なんかもう何なんこの人みたいな、はみたいな感じの、めっちゃ万次郎に対してそういうなんか思いが強くって、なんかだから本気で突き飛ばすっていうのおかしいんですけど、今も頑張って突き飛ばしてるんですけど、なんかなんて言うんだろうっていうのはちょっと変わったかなって思います。縦のシーンがかっこよすぎですが、歌いながら縦をするときの気持ちを語ってほしい。マジふざけんなっていう気持ちでやってます本当に。そうなんかそうだね、マジふざけんなって言い方あれなんですけど、なんかでもそう本当に縦やってるときはなんだろう、でも結構あの曲もなかなかね大変だから、あーきついなって思うのもあるんですけど、なんかマジでふざけんなよって思いながらやってます私は。役作りで大変だったことは、いっぱいある。なんか結構難しいな、結構リサさんとかにはなんかそんなに真面目にやらなくてもいいよ、なんか真面目になんかお堅い感じじゃなくて大丈夫だよって言われたんですけど、もうそれが分からなくて私なんか難しいなって思ってっていうのとか、やっぱその可愛い、なんか可愛いポイントっていうのを作るのが苦手だったんですよ。なんか例えばそのさっきも言ったそれは太郎のおじさま、この方が読むのにいちいち我が家に立ち寄るんですっていうセリフがあるんですけど、その時になんかもうなんかもうちょっと可愛さ欲しいなみたいな、なんか今のだと本当になんか万次郎のことを本気で嫌いみたいな感じだよみたいな、なんかそれは太郎のおじさま、この方が読むのにいちいち我が家に立ち寄るんですみたいな感じでやってて、な可愛さもっと欲しいみたいな、なんか夫婦喧嘩の時もそうだったんですけど、なんかそうなんかねそれがめっちゃそのてっちゃんの可愛さっていう部分はなんか役作りの中で一番大変だったなって思いました。初めて万次郎と会った時の気持ちはどんな気持ち、どんな気持ちで演じてるかって言われると、まあその時によるんですけど、だいたい本当に連れてきたみたいな、なんか早くないみたいな気持ちで、なんか割なんか急だねみたいな、なんかみたいな感じの気持ちでいるのと、なんかめっちゃ複雑みたいな、やっぱ中浜万次郎にござりまするみたいなねでかい声で言われて、なんかなんかすっげえ複雑みたいな気持ちでいます私は。私が嫁をもらうからの気合の入れ方について、あとその後走っていくところの気持ちについて。気合の入れ方あんまなんかこうやって気合入れていようって考えてなくって、ファンキーキャットさん、レインボーさん、ありがとうございます。だからその国さんに
あの女子のたしなみですって言われて、キクちゃんにお嫁に行って困るわよって言われて、別に困んないしみたいな、言い返すというか大丈夫ですからみたいな、なんか2人にそういう風に言われてわーってなってるっていう気持ちでやってる。その後走っていくのはもうその勢いで走ってますねこんな答えでいいのか。役作りのこだわり、こだわりは表情という、まあ、やっぱ表情かな。まあ、こだわりっていうと、でもやっぱそれで言うと、さっきのその万次郎とてっちゃんの2人で歌うとこから何かが始まるのところまでのあの曲はすごいこだわったというか、まあ、めちゃめちゃ私があのシーン好きなのもあるんですけども、本当にこだわったな、本当にこだわったなんて言い方おかしいんですけど、なんて言うんだろう、なんかそう、やっぱ最初はなんかすごいなあれだったんだけど、やっぱその私の初日が近づくにつれて、なんか表情がもっとコロコロ変わる方がいいかなって思って、まあ、基本的に結構ふてくされてる顔が多いんですけどね。そうだから、でもそういうなんかやっぱ表情はやっぱコロコロ動いた方がいいかなって思って、そこはすごいこだわったかなって思ってますね。あとはやっぱお見えの調子はどうですって言われた時の反応はこだわったというか、あれは割と素の私を頑張って出したかなっていう風には思ってるんですけど、そうですね、うん、そこはやっぱこだわったところかなとは、表情はこだわったかなって思って。化粧について、国内、まあ濃いですね。2幕最初の2幕最初の桜柄の着物と髪型何気に好きです。着物を着るのには慣れましたか？衣装について語ってください。まあ衣装の着物は結構着やすいやつなんであれなんですけど、まあ浴衣っていう点で言うと、そのまあ稽古の時は自分で普通に浴衣着付けするんですけど、まあ、それはね結構慣れました。そうだね、帯も自分で巻けるようになって、ちょっと帯はさ、その巻くこと少なかったからちょっとたまに見ないとわからないけど、帯も自分でね巻けるようになって。衣装についてって言われると、でもやっぱそうだな、一幕のさお見合いの時のさ、やっぱリボンがめっちゃ可愛いんですよね、てっちゃん髪飾りって思う。マイドリームから海を渡り届いたプレゼントのやつね。ところは毎回違った動作でアドリブでしょうか。まあなんかあそこでそのまあ、万次郎に何かアクションをするのは決まってるんですけど、内容はなんかもうその時やってますなんかだから毎回違うはず。でもちょっとレパートリーがないから、なんかそんな多くないからさあれなんですけど、なんかもうなんか今日はこれをしてみようみたいなっていう風にはあんまり考えてないかな私は。るんちゃんから見た他のメンバーの鉄について語ってほしい。そうですね、ちょっとあんまりそのなんて言うんだろうな、そんな多くは語れないんですけど、なかなかね、ハマちゃんはねなんか結構さ、やっぱ今日はお休みっていうところのシーンがめちゃめちゃ印象に残ってるかな。であとは鉄は万次郎様が恋しゅうございますの後のあそことかがめちゃめちゃもうハマちゃんらしさ全開で、私あのシーン好きだなって思います。さやちゃんはね、そうだな、さやちゃんももうなんか大体さやちゃん見た時可愛いしか言ってないからな本当にごめん本当に申し訳ないんですけど、でもそうだな、さやちゃんも本当になんか大人っぽい、なんて言うんだろうな、そのもちろんなんかその16歳、なんて言うんだろうな、ちょっと大人っぽいけど、でもなんか16歳の大人っぽさっていうかっていうのがありつつ、やっぱ芯はちゃんと持ってるてっちゃんだなっていう風に思ってて、めちゃめちゃね可愛い、もう可愛いしかね基本的にさやちゃんに関しては言ってなかったけど、そんな感じ。そう、あやねはね、なんかなんて言うんだろうな、結構自然な感じなんだけど、割と確かになんかなんて言うんだろうな、あやねってさすごい可愛い顔してるんだけど、なんかまあもともと中身がなんかすごいさ結構大人な中身、大人な中身って言い方あれなんですけど、なんか結構お花も邪魔、私は嫌いみたいな感じの、あそこのあやねめっちゃ好きなんですよね。アーティーさん服ありがとうございます。そう、あそこめっちゃ好きかなって思う。ゆうなはね、なんかね本当になんか仕草っていうか動作がめっちゃ綺麗で、
本当お姫様みたいだなと思って、絶対なんかお姫様役とか似合うんだけどなみたいな感じで思ってるんですけど、でなんかユーナは本当なんか思春期っていうか難しい、なんか本当に今時の16歳だなっていう感じがすごいてっちゃんの見てて思うから、なんかそれはめちゃめちゃ好きだなっていう風に思いますね。そうで、ヨコちゃんはね、なんか結構ヨコちゃんはやっぱ歌の時になんか感情込めて歌うのがすごい上手だなっていう風に思ってて、それがめちゃめちゃ素敵っていう風にね思いました。2幕で赤ちゃん抱っこしてるシーンが何気にうまかったなと思うんだけど、めっちゃ練習しました。これはなんかカジさんが赤ちゃん父ちゃん抱っこしてるの見て、あんな風に抱っこしてるんだって思って見たりとか、めっちゃなんか2幕の前はその父ちゃん抱えてこれで合ってるよねみたいな、結構ね赤ちゃん抱っこするのは練習しましたね。はい、次どこだ。ここの人のこのシーンは絶対見てというおすすめはありますか。そうだな、万次郎のみなにカフェをふすみなにカフェを振るもうてすぐ戻るって言った後の万次郎を見てほしいかな。うん、はけるときのめちゃめちゃ私あそこ最初見たときびっくりしたんですけど、そう、あとなんだろうな、いっぱいあるんだけど、例えばその最初のてっちゃんの盾のシーンの一番最後にてっちゃんが二人同時にやるんですけど、そのやられた二人の吐け方がめちゃめちゃ私は好きなんで、そこもぜひチェックしてほしい。で、あとはてっちゃんの髪かな、あのぴょこぴょこ動く可愛い髪を見てほしい。じゃあ次いきます。高殿と叫ぶシーンの気持ちを教えて、気持ちの入れ方を教えて、あのシーンの声のかけ方がみんな違う気がする。高殿のとこですか、高殿の方ですかね、どっちなんだろう。でも声のかけ方がみんな違うっていう、かけおる方なのかな。まあかけおる方でいくと高殿、難しいな。まあでもそのなんか高殿が本当もう瀕死状態というか、だからちょっとまあ受け入れがなんか目の前に起こってる出来事は何なのみたいな感じで、でもなんかその早く高殿の元に向かいたいから高殿みたいな感じなんですけど、で高殿がでも難しいな、だってなんかこういう気持ちでやってますっていう風に考えてないから、そんな感じですね。ちょっとあまり答えになってなくて申し訳ないんですけど、じゃあ次。開演前、上演中、アウチ、上演後のルーティーンがあれば教えて。開演前は基本的にその劇場にはなるべく早く行ってます。まあホテルにいてもね、あんまりなんか声出しとかもできないから、なるべく早めに劇場に行って独り言をベラベラ喋りながら、なんかちょっとのんびりとウォーミングアップしたり声出ししたりメイクをして、でちょっとだけメイクして立て替えしをして、でちょっとお昼ご飯食べて、で開演30分前ぐらいになって焦り始めて、で準備をしてっていう感じですね、ルーティーンは。とかあと結構皆さんのアンケートを見ることもありますね。そう、アンケートで書いてくださった感想を見て、なんかあそこの部分見てくれたんだ嬉しいなみたいな感じでね、見て、読んでますね。上演中は基本的に目薬入れてます、私は。目薬を入れてる、上演中は絶対。やっぱあんまりさ、舞台中はあんまり気にはならないんだけど、やっぱ私結構ドライアイなもんで、でしかもコンタクトしてるからさ、ちょっと怖いなって思うから、結構時間があったら目薬を入れてますで上演後は絶対お菓子食べます。 100% 食べます、お菓子を。まずはそのコンタクトを絶対外す後は、でまあ帽子かフードかで前髪を押さえます。相当爆発してるから。でそれでもう私の机の上汚いなって思いながらお菓子を食べて、
お掃除をして、でその日の動画、その日の声の動画とか見て、で、あ、そろそろ荷物を片さなきゃつって片して帰るっていうのがルーティンですね。上映後のルーティン。江川様に2人一緒かと言われた、あ、よかった、さよなくなってた。言われた後のやり取りが大好きですが、ここはアドリブですか？なんか、ま、なんか万次郎がさ、なんかあの何の用ですかって言ってくるからさ、なんかまあそれにアクション、アクションというかなんかリアクションくださいみたいな風には言われたんですけど、基本的に何やってるかはアドリブっていうほどじゃないけどアドリブではありますね。でもちょっと私もあれまだそのレパートリーそんな多くないからさ、あの割とさ、なんかでもなんかなるべくその時感じたことを言えるようにしようと思ってやってますね。その万次郎さんがどうやって来るかによるか、ちょっとね、あそこ毎回ちょっと緊張します。めっちゃなぎなたと剣術るんちゃんならどっちを習いたい？まあなぎなたかあれかな、市内だったらどっちがいいかっていう、市内というか木刀だったらどっちがいいかっていう感じでいいですか？え、難しいな、私武術を全然やったことないから。木刀に憧れはすごいありますね。でもはい、ステージ外から夫婦喧嘩が始まるとこってステージ外のセリフは録音演じてる？これって言っていいのかわからんな。録音です言ったジョンマイポーズができたきっかけを教えてください。私もわかんないんだよ。でもなんだっけ、集合写真を撮るときにできたんじゃないかなって思う。一期の時の最初の方と最後の方で鉄の演じ方が違うように見えます。意識してそうしているのでしょうか？なんか特にすごい意識をしたわけじゃないんですけど、やっぱ一幕のてっちゃんがめちゃめちゃ子供っぽいから、うん、なんか二幕ではその子供っぽさっていうのはなくしてる、なくしてるっていうか、なんか意識的、言えない、意識的に意識的になくしたわけではないんですけど、でもなんかそういう風に見ていただけた、なんかそういう風になんか感じていただけたのはめちゃめちゃ嬉しいかなって思いますね。めっちゃ噛んでない私今めっちゃ噛んだよね。本当に嬉しいなって思ってて、そう、やっぱなんて言うんだろうな、その一幕のてっちゃんは、まあ、なんか本当に素直な子だから、なんて言うんだろう、なんかもうそういう意味ではすごいなんか自由にじゃないけど、なんかもっと感情爆発させよう、させてやりたいなみたいな風、なんて難しいなって思ってたので、だから本当になんか稽古が嫌で今日はお休みっていう時はもう私もやっぱ小学生の頃とか今日習い事嫌だみたいな感じで、あのなんか嫌だって思ってる時の気持ちはすごい出してるというか、そう、それでね、あのうちのお母さん、私のお母さんね、あのルンパパじゃない、ルンママにはなんかあの打ちかけきる時がほんと七五三の時の顔にそっくりな、ほんと七五三みたいみたいな、もうマジで七五三の時とマジで一緒みたいなっていう風に言われてたから、やっぱその一幕はどっちかって言うとやっぱその子供の頃の私をすごいなんか意識はしたかな。結構でもそれをベースにはした、だからダダこねる時とかはなんかその私はあんまり覚えてないんだけど、スーパーで床に寝転がってダダこねてた時の私を頑張ってる、すごいえ、でもそれはね意識してるから、やっぱそのやっぱ幼稚園生ぐらいの時のなんかやだみたいなとかっていうのを意識してるかな。でやっぱその2幕になるとどっちかっていうと今の私に、今の私っていうかにまあ近いかなとは思う、わからんけどっていう感じですでもやっぱその1幕のてっちゃんは本当に自由というか、まあ、表情がコロコロ変わるっていうのはめっちゃ意識してるかな。歌、ダンス、セリフ、立て、表情、どれが一番難しいですか？そうだな、セリフと表情が難しい、立てももちろん難しいし、歌なんかもっと難しいんだけど、まあ、まとめて言うと演技、その歌でもまあ演技というか、まあその気持ちを込めてっていうのはそうなんですけど、やっぱセリフとか表情がめっちゃ難しかったなって思いますね。ルンテツさんだけ縦の時の掛け声が大きくてすごくかっこいいですが、オリジナルですか？オリジナルじゃないかな。大岩さんもなんか全然声出していいよみたいな言ってたけど、でもなんか自然と出る、自然と出るよねじゃないけど、割とはぁみたいな感じのは入るから、
でもヨコちゃんも言ってたと思うんだよね、ゆいてつも。わかんない。でもなんかあの翔太さんにもしなんか余裕があったらやえいどうを入れてって言われたから、やえいどうを入れるようになりました。まだまだちょっとそれは研究するとこではあるんですけど。レディーファーストの後のルンテツさんのポカンとした表情がすごく好きです。あの時の心情の解説、何が起こってるのかわかんないっていう呆然とした感じ、なんかあそこはね、そのまあリクエストだったんです。なんかそういう呆然とした感じの表情が欲しいなみたいな感じで。でもあそこのシーンめちゃめちゃ今でも緊張するんですよ。なんかあーこのシーン来るポカーンみたいな、ちょっとね緊張してる。あそこ私がすごい、ゆうやさんジジありがとうございます。そう、あそこも私が普通に緊張してるそうなんですよ。でも今んとこは、え何が起こってんのみたいな。なんかもうやっぱ腕組まれるとかってされたことがないから、それでポカーンみたいな感じっていうのを気持ち的にはあるけど、私はまだまだあそこは緊張してる。でもやっぱそうね、話戻るけど、やっぱ縦のシーンはね、ふーとかは絶対出るそうかな。波幕に入ってる時は何か考えてますか。ねそうだな、あのやっぱアドベンチャーの後のさ、冒険に行く時はもうやばいしかか、うん、もうめっちゃあの時必死で何も考えてない。私はスライディングや吹いちゃった以外で実はやっちまったって思ってることありますか。初日でやらかしたことなんですけど、これはなんだっけ、あのてっちゃん病室のシーンがあるじゃないですか。でてっちゃんがごめんなさいっていうシーンがあるんですけど、これは言い訳させてください。その時ね、あのメイク、唇のメイク落としてるんですよ、口紅を。でだからあの、まあ、メイク落としで落とした状態でもうすぐ出てるから、あのリップとか塗る時間なかったんですけど、乾燥してて口が干からびててもうくっついちゃって、そしたらねごめんなさいって言っちゃったんです。やっちゃったなって思って、私うわやっちゃったって思ったんですけど、で後でその親にあのごめんなさいって言っちゃったんだけど聞こえたって言ったら、いや全然聞こえなかったよって言って、あよかったって思ったんですけど、村井さんにはちゃんと聞こえてて、でももうあの場って私と村井さんしかいないから、もうその二人しか気づいてないわけ でそしたらね、あの村井さんがそのことをね天野さんに話したら、何それコメディーじゃんって言ってました。ごめんなさいって言っちゃったのは、ああやっちまったなって思いました。そう本当に初日で本当にね、もうなんかもう心の中で、あやべごめんなさいって言っちゃったよって思ってそうあれが本当にねやべやべって思いましたね本当にそうそれやっちゃったなって思ったことです。あと何があったかな。やっちゃったわっていうのはそんななかったかな。男女問わず役者さんでなくストーリー上の登場人物で自分が一番惹かれるのはてっちゃんですね。だって本当に惹かれるっていうか、やっぱてっちゃんのことはなんかもうあのジョン・マイ・ラブのビジュアルポスター見た時から惚れてたんで。うん、じゃあ次だ。竹蔵が机の下に潜り込んで鉄の着替えを解除してるのを見ました。そうね、2幕のあのシーンで竹ちゃんとあの万次郎さんが手伝ってくれてます。ありがとう、いつもいつもありがとう。実はこの時のこの人の動きに注目ってところは他にありますか。あでもそれさっき話したかな、さっき話しましたね。それはもう勘弁してよって思ったシーンは一幕の最後ので慶太郎が平らに等しきと書いてとか言葉を探しておりましたのところのちょっと噛んじゃってカトバと広敷って言っちゃったのは本当に勘弁してほしいなって思いました。めっちゃ面白かったんだけどね、もう吹いちゃって私それで本当にだから勘弁してくれやって思った。でもあの時もなんかすごいガチガチに緊張してたんだろうなって思って。はい、ということで
インスタの質問はこれで終わりになるかな。結構あの内容的にあの似たようなのもあったんで、ちょっとそれはね省かせていただきました。はやちゃんさん、ハートありがとうございます。もしよかったらね、なんか今こんな質問聞いてみたいなとか、インスタ質問投稿できなかったっていう方はぜひあのこのコメントで書いてくださると嬉しいです。だいぶキャストさんの第一印象でめっちゃ話したなって思った。なんか今までの聞いてさらにこんな話を聞きたいなと思ったことがあれば、ちょっとね今口が乾燥してます。ごめんなさいって言わないようにだっけそれね。第一印象の話は面白かった、ありがとうございます。セリフを覚えるのとダンスを覚えるのどちらが大変でした？セリフかな。なんかやっぱ鷹之丞とのシーンはやっぱ難しいんですよ。演技もそうなんですけど、セリフを覚えることが難しかったなって思いますね。セリフの方が難しかった。やっぱダンスはね覚えるのは慣れてるというか得意だから、結構そうね。第一印象の話は面白かった、よかった。でもやっぱその今でもさ、中浜万次郎にござりまするって言われっていうシーンは声でかって思ってますね、ぶっちゃけ。横内先生の第一印象、ちょっと横内先生最初会った時はなんかすごい厳しい方なのかなってめっちゃ思った。でもなんかなんてなんかもう全然話せないかもみたいな風に思ってたんですけど、そんなことはなくて、なんかもちろんその厳しいところもあるんですけど、すごいなんか教えてくださって、でも本当に親しみやすさも少しあるかなっていう。だからそのなんかすごいビクビクしてたんですけど、今ではそんなにビクビクしなくなりました。まあでもちょっと緊張はします、やっぱでも話すときは。ファンキーキャットさん、服ありがとうございます。あアーティーさん、ポーションありがとうございます。ここまでもうめっちゃノンストップで喋ったからさ、この何も喋らない時間がすげえビビる。今願うのは2月12日以降中止にならないでほしい。大丈夫、なりません。ドヤドヤっつって、そう本当にね、もう私も思う本当にそれは。みんなで12日以降はなくならないってことを、12日以降は開演されるということをみんなで信じましょう。そう、信じるんだ自分をって、あ、普通に歌っちゃいそうで怖いですね。普通に歌っちゃいそうで怖いわ。うん、本当にナチュラルに歌いそうで怖いわ。まあ、今度さ、今度やるときルンテツまたどんな感じになってるのかって、私自身も全然わかんないとこあるからね。まあでもまた2月がすごい楽しみだなっていうふうには思います。皆さんもぜひルンテツを見に来てください。忘れないでください、ルンテツのことを。忘れないでね、みんなルンテツのこと。今裸足だからね、ちょっと寒いんですよね。ジョン・マイ・ラブのお話を聞いた時の感想、そうですね、あの私声をかけ、なんか坊ちゃん劇場になんかその8のメンバーがみたいな話をいただいて、なんか聞き間違いかなって思いました。本当にその私自身は本当に坊ちゃん劇場に憧れがあっていつかって思ってたんですけど、ん
聞き間違いかな、坊っちゃん劇場ってあの愛媛のやつみたいな、ええっていうのが正直な気持ちだった。でも本当にもうぜひお願いしますみたいな感じですぐに OK して、でその後親に言ったら、えっよかったじゃんみたいな感じで言われたんですけど。夫婦喧嘩のセリフはアドリブみたいに見えた。夫婦喧嘩のシーンはちょっと割とさ、あんまり決めてはないから毎回あそこは違うかなって思ってる自分では。でもわからないですそれは。ルンテツに会えるのも、坊っちゃん劇場ファンのみんなに会えるのも、マーズにまた行けるのも楽しみ。楽しみが多すぎ。素晴らしいことやで。でもそう、夫婦喧嘩のシーンは私めっちゃ好きなんですよ、8月の稽古の時から。うん、めっちゃ好きでね、その毎回ジョン・マイ・ラブ見るたびにすごい楽しみにしてるとこではあるんですけど。そう、まあでもあそこはなんかすごいなんか決めてやってるわけではないかな。でもあそこはもう頑張ってます。もう頑張ってます本当に。ソーリーが好き、わかる。ソーリーめっちゃね、そう、いつか大根を客席に投げ込んでほしいです。この前ねちょっと危なかったんですけどね。その場合どうなる。その場合どうなるんだろう。ちゃんと返してくださいね大根。ね、やっぱでもあそこはね、いかになんか本当なんかね、喧嘩のシーンはなんかあんまもうその時の流れというか気持ちでできたらいいなって思う。ケンタウロスさん、服ありがとう。髪の投げ銭した方はまだいらっしゃらないですね。クニさんが OK って言ってるのにまだ誰もね投げ銭はしてない。髪の方のパンは本物ですか？本物じゃないね。でもめっちゃ美味しそうだよねあれ。ほんと本物かと思うぐらい美味しそうな。すごいね本当に。毎回ねすごいなって思いながら見てる、あのパンは。でもあの江川のおじさんはあのパンは割となんか、あすげえパサパサしてそうみたいな見た目だからね。そうあれもねすごいよね。え、そうなんかそのやけん江川邸で売ってたパンを、あのマジーパンを食べてみたい。食べてみたい私も。でもなんか完食はできそうにないから、やっぱその家族でそのわけで食べるしかないのかなって思う。それで思い出したんだけど、あの佐藤さんが実家の熊本になんか帰省した時の動画をあげてたんですけど、私も熊本また行きたいな。そうなんかあの好きな作品の聖地巡礼で行ったんですけど、めちゃめちゃそこの場所がいいとこだったからさ、普通にそこの観光をしたいし熊本に行きたいなって思った。ドーナツ棒がめっちゃ好きなんですよ。また食べたいんだよなあれ。飯田博之さん、服ありがとうございます。皆さんなんかジョン・マイ・ラブに関して質問何でも OK ですよ。今日はネタバレ OK の配信なんでね。そうネタバレ OK というかネタバレありの配信なんで一応。玉国さん、サイリウムありがとう。アーキーさん、服ありがとうございます。ニラヤマのパンはそのままでは硬くて食べられない。マジ？歯強くなれる？もう歯を強くするためのものなんじゃないもん。もはや。行ってみたいんだよね。なんかそういう場所にいろいろ行ってみたい。あのコンピラ様にも行きたいんですよ私。まあ行こうと思えばね行けんこともないんだけどね。そう。まあちょっと遠いけど愛媛から香川って。そう。性格的にテツに一番似てるのって誰だろう。誰なんだろう。逆に誰だと思います皆さん。
わかんない。あ、そうだ、私みんなに質問してみたいことがあって、なんかその私のなんて言うんだろう、そのルンテツを見るまで、なんかルンテツってこういう感じなのかなっていうのありましたか？なんか、あ、なんか予想通りだ、俺にとってはルンテツ予想通りの意味だったよとか、なんか全然違いましたとか、なんかっていうのを聞いてみたいなって思ってて、私よく親には聞くんですけど、そういうこと、なんか予想通りだったっていう風に聞くことは多いですね。なんかどんなルンテツを予想してましたか、皆さんは。そうっていうのを聞いてみたい。もしなんか勝てそうだったら書いてください。分かんなかったら質問そう、性格的に一番似てんの誰なんだろう。誰なんだろうね、アニメ系。あ、でもね、私もね最初そうだった。今がもし、今もアニメ系なんかもしれんけどね、分からんけど、でもそう本当になんか最初、あ、もう絶対てっちゃんはこんな感じだみたいな感じで決めちゃってたから。でもまあ今はその部分もあるとは思うんだけど、なんか結構予想、なんか今まで8月とかでやってた時のよりかはだいぶそれたかな、それたそれたって言い方変なんですけど、かなっていうふうには思ってる。あの予想以上にだいぶ子供っぽくなったなっていうのがある。やばい、朝露マルシェの唐揚げが食べたくなってきた。めっちゃ美味しかったんですよマルシェの唐揚げのことばっか考えちゃう。意外とルンバのはっちゃき姿に驚いた。あー、やっぱそのダダこねるシーンですか。でもあれは割と素の自分です。一切予想していなかった、まっさらな状態で見させていきました。あ、でもそれもそれでめっちゃいい。やっぱまっさらなさ状態で見るのってほんと初回だけだからさ、もちろんなんかも今のうちからいろいろ見といて、なんかこんな感じなのかなって想像するのもありなんですけど、なんかまっさらな状態で見るのっていうの、ごめん、ちょっとリップクリームどこにある？ちょっとさ、だいぶ口がさもうカピカピになっ、あったあった、カピカピになっちゃってんのよ、はっはっ。やっぱそんな感じなんだろうな。なんか本当に8月の稽古に参加させていただいたことは本当に大きいなと思ってて、なんかそこで見てきた分、なんかそのてっちゃんと向き合う時間っていうのはすごい長かったから、本当にそれはもう私は運が良かったというか、得してるというか、うん、っていうふうの、本当得したなと、得したなっていうか言い方変なんですけど、でも本当にそう思いましたね。なんか元からその8月の稽古見学だけでもさせていただけたらっていうふうに思ってたんですけど、まさか参加させていただけるなんてっていうのが、あれはね、なんか急な話でちょっとびっくりしたけど、よっしゃーって思いましたね頑張ろうって思いました。そう、大人のルンちゃん見た気がした。本当にそれは嬉しいな。あんまなんか私もう大人な部分は無理だなって思ってたからさそっか、それは嬉しいな。でもそうね、やっぱ一幕に関しては本当になんかもう自分をベースに考えたというか気がするなって。だからそれこそお母さんが言ってた通り、打ち掛けは本当多分七五三、あ、るんちゃんの七五三こんな感じなんだなって思っていただいたんでいいと思います。うちのマミーがそう言ってたんで、そう、やっぱあのうちのマミーが本当に七五三みたいよねみたいな、そう、ほんと七五三の時にそっくりって言ってましたはやちゃんさん、ハートありがとうございます。両親見てきた分個性出すの大変じゃなかった？でもめっちゃその個性の部分はすごい悩みました。私個性ないから全く、なんか特にさ、すごいなんか
なんか浜ちゃんとかあやねとかもう個性爆発みたいな感じじゃないですか。ゆうなもそうだし、さえちゃんもそうだしさ、でもなんかそう、なんかゆこちゃんもそうだし、でもそういう意味で言うと私ってぶっちゃけ個性ないよねみたいな、なんか割と普通な人だからさ、どうしようっていうのめちゃめちゃ思ったの。そう、なんか本当にどうしようって思って、でもなんかやっぱ初日に近づくにつれて、なんか私だったらここはもなんて言うんだろうっていうのもいっぱい考えたけど、なんかまんま個性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 ってそんな思わなくなって、もうなんかでもこの時のてっちゃんの行動、私だったら普段の私だったらどういう風にやるかなっていうのはめちゃめちゃ考えたんで、うん、なんかそういう意味で言うと、なんかその私が元から想像してたてっちゃんとはだいぶ違って、だいぶ自分寄りになったかなっていう風には思う。アーキーさん、フークありがとうございます。マモさん、フークありがとうございます。やっぱちょっと正座してるときついね。でもその裸足だからさ、冷たいの足足が冷たくてね、よいしょっと。パキって言いました。でも本当になんかいろんなてっちゃん見てきたから、本当になんか不安ではあったかな、なんか。辰右衛門さん、服ありがとうございます。そうなんですよね。そうなんですよねつって、ルンテツ見るのますます楽しみになってきた。本当ありがとう。やっぱ本当ナチュラルに歌いそうで怖いんだよね。そんなことあったら配信急に切れちゃうからね、プツッと多分ね。えなんかね、私も早くみんなに会いたいなって思います、本当に。でもなんだかんだで明日で1月終わりだからね、びっくりしたもん私それに。え、明日1月31日か。え、びっくり。びっくり。だからもうあと1週間ちょいで9日ですよ。だいぶ飛んだけど。そう、そっか、そっかっつって、まあなかなかね今の時期ねちょっと不安なこともいっぱいあるんですけどね。いやもうね、私はもう信じるんだ自分をつって、逃げ出さず向かうというゲーバーですよ本当に。そう、でもやっぱ私めっちゃ落ち込んだんですよ11日の件は。すっごいもう落ち込んで、もうあーいやーってなって、もうお菓子も焼き食いしそうになったけど、うずしおっぱい1枚で終わったんですけど、でもやっぱその後にさ、ランデブー、あ、ランデブーって言っちゃった。もう言って大丈夫だよね。もういいや。よし。もうね、ナチュラルに言っちゃって。でもあの、2期のパンフレットには1幕のは載ってるって言ってたんだよね。よし。その、万次郎とてっちゃんが最初に2人で歌う曲、私あの曲がマジで好きなんですけど、あれをね、改めてさ、歌詞見るとさ、なんか本当に励まされて、あ、もう頑張ろうって思いました。そう。本当に。そう、ダメだ。あ、普通に歌ってた。そう、簡単に諦めてはのやつね。そう。本当にね。あれ見て、あの歌詞見て頑張ろうって思えたんで。うん、まあ、でも、てっちゃんもね、諦めなんか絶対しないっつって、言われなくても夢なんか捨てやしないし、みたいな。言ってるから、もうその気持ちをね、持って頑張りました。そして今日はココナッツサブレのあんバターを食べました。美味しかった。はやちゃんさん、好感度ありがとう。
そう本当にねめちゃめちゃショックだったんですけど本当に。そうでも頑張ろうって思えたので、アーティーさんありがとう、ありがとうありがとうにありがとうで返すほかはありますか、質問あるかな。しゃっくりが出そう、出なかったしゃっくり出そうと思ったら出ませんでした。またね、なんかジョン・マイ・ラブ2幕はまだネタバレ配信してないからさ、どっかで2幕のネタバレ配信できたらいいなって。もうやばい、朝露マルシェの唐揚げ食べたい。なんか一回その稽古期間中にお昼ご飯唐揚げ買って、朝露マルシェでなんか普通にお惣菜コーナーで売ってるやつめっちゃ美味しかったんですよね。私よく富士の唐揚げは買うんですけど、朝露マルシェの唐揚げをそんなに買うことなくて、あれ美味しかったな。初見さんありがとうございます。ちょっと唐揚げのになっちゃったな。じゃあみんな、なんか質問が来るまで私はじゃあカフェレストマーズのメニューでもまた見てよっかないやなんかそうメニュー見るのめっちゃ好きなんですよね。今度行った時さ、チキンカツ何味にしようかなっていうことばっかり考えてる最近。やっぱ食べるのね好きなんですよ。まあその食べたいっていう意欲と実際食べる量が私はちょっと一致しないんですけどね。そうでも食べるのはね、食べるのが好きというか食べ物の話をするのが好き。一番そう食べ物の話するときが一番テンション上がってる私の中で。それとねその実際食べる量というか食べるのってあんま比例してないんですよ全く。そうなんか特製ソースのさ、なんかいろいろ美味しそうなのあるのよね。やばいお腹空いてきた。ご飯はちゃんと食べました。ミートソースがやっぱ気になるかな。でもなんか期間限定でなんか復活してたうんたらかんたらがめっちゃ美味しくて、ひゃっふいひゃっふいみたいなツイート見て、何それめっちゃ気になるって思ったんですけど。ちょっと今のやばかったよね今のやばかったよね本当に。ちょっと本当に今のは何も伝わんなかったと思う、ごめんね本当に。そうです、カフェレストマーズのちょっとツイッターを見よう。なんかそうなんかトマトオムライスうんたらなんだっけ、なんか期間限定でなんか復活してたんだよねみたいなやつがめっちゃ美味しそうだったんだけど、あれ何あれ何あれ何って言っちゃった。これ期間限定メニューで一番美味しかったと思ってたトマトソースと卵のやつ、復活メニューで久しぶりに食べられた。なんかそうこれなんかこれがさめっちゃ美味しそうなんだよね、トマトソースと卵のやつ、これが美味しそう。でもオムライスも食べてみたいんですよねマーズの。でもドリアも食べてみたいし、ドリア大好きなのよ。オムライスも大好きだけどドリアも大好き。でもチキンカツも大好き。でもチキンカツマジで美味しかった、本当看板メニューだなって思いました。なんかうんうんって言っちゃった。でもそうだな、やっぱでもミートソースが私気になるかな。この前多分タルタルだったんですよ、多分普通にタルタルだったかなあれは。うんタルタル。でもミディアム調整してみたいけどさ、でも今度はやっぱパフェを食べたいからさ、ちょっとまたレディースサイズでいきそうだな。ちょっと私怖いからさ、そんなに食べる量は多くないから。そうなんです、やっぱその今度はいちごパフェを目指したいかな。そう大食いできる胃が欲しい、マジでわかる。そうマジでさ大食いできる胃が欲しいです私も。
オムライスが本当に美味しそうなんだよな。でもうちの親もそのあやねの見に行った時に、そのあやねの見に行く前にあのご飯食べたって言ってて、マーズで、いや大きかったわ、お父さんお腹いっぱいすぎてちょっと集中できるか不安だわってさ言ってた。そう、ちょっとその時私行けなかったんで、ちょっと私抜きで親が行ったんですけど、いや本当にちょっと集中できるか心配って言ってました集中してっつって、あや鉄に集中してくださいっつって言いました。そう。でもなんかね、レディースサイズ食べたとき、あ意外といけんじゃないのって思ったけど、ミディアム食べられるかって言うとちょっとね怖いですよね。だから多分今度また行くときは多分レディースだと思います。そう、あのパフェを食べないときにミディアムを食べたいな。そう。でもお母さんが、あんたよく食べれたねパフェもあのレディースもどっちもっつって、うん、やっぱあの時の胃袋は多分ちょっとバグってたんだと思うって言いました。でもやっぱ絶対パフェも食べてやるぞっていう覚悟で言ったんで、私は本当に。そう、美味しそう。お腹空いたなって思ったけど気のせいでしたわでも今度は行くとしたらやっぱいちごのパフェをね、あの目的ですね、私は本当に。アルビンズランクさん、なんだっけ、レインボースター、ありがとうございます。パフェ2つ食べる甘党おじさんがいます。強いね。でもどう、私もさ、なんか限界まで食べるっていうことあんましたことがないからわかんないけど、どうなんだろう、そんなには食べられない気がする。でも私おやつに食パン2枚食べてたからな、あれもあれでね、もう今を考えるとそう、なんかびっくりするんですけどね。でも食パンは大好き食パンは大好き。甘いものは別腹、確かにスイーツは別腹ってよく言うけど、なんか本当にそんな感じだよね。回転寿司どのぐらいだろう、わかんないや。回転寿司に最近行ってなさすぎてね、忘れましたね。でも10皿ぐらいじゃない、そんなには食べられない。10皿も食べるって私、あーでもそのぐらいかな。10皿は行くっけ、忘れましたそう、確かお腹いっぱいでもなんか甘いもん食べられるよね、あれ不思議だわ本当。10皿でもそれぐらいだったら食べられる気がする、わかんないけど忘れましたねスシロー行きたいな急なスシロー、チキンカツ食べたいな。パフェは絶対食べるんですけど、チキンカツ食べたい。パフェは3つ食べたことあります。どのぐらいの大きさにもよ、大きさなのかにもよるけど、それは普通にすごい。アーキーさん、服ありがとうございます。でもなんでパスタココってさ、パスタとハンバーグのセットみたいなのあったじゃん、それは私食べられない気がするって思いました。いやでも美味しそう、っていうかハンバーグ食べたいな。今日のお昼もハンバーグだったのに、昨日のお昼もハンバーグ。でもなんかあの、なんかあのレトルトのやつで、なんかあのいいやつなんですけど、ちょっと親が買ってきてくれたちょっとあのいいやつなやつなんですよね。いいやつです、いいやつ。昨日が黒豚のやつで、今日が黒毛和牛っていいやつでしたいいやつしか言ってないよね。あと私クールスモールのマック食べてみたいんだよね。あそこで一回も食べたことないのよ。ないよね、ない。あ、トルコライスめっちゃ気になる。なんかそう気になってて、長崎にあるやつ、なんか大人のお子様ランチみたいな、そうあれが気になるんですよね私。一回食べてみたい。ちょっとねいいやつ食べました昨日と今日は。そう、どっちもハンバーグだったけど、黒豚か黒毛和牛の違いなんで全然違うねっていう。ファーワージーズさん、服ありがとうございます。はい、ということでじゃあ今日はねここら辺で終わりにしたいと思います。だいぶ語った。でもまたね、今度語りたいですね。まだ2幕のネタバレ配信をしてないので、私は
語りたいと思います。またそれがいつになるかは分からんが、というわけで皆さんね、質問たくさんくださってありがとうございました。またね、なんか2月の公演終わったあたりでまたこういう配信できたらいいなって思います。なんかそうインスタでね質問募集して、今回ちょっと質問できなかったやっていう方もまたねこういう話できたらいいなって思うので、ぜひなんかそれまでになんか聞きたいこととかめっちゃあれしててください。そうジョン・マイ・ラーブまたねなんかあれだよね、公演の配信があったら多分楽屋トークとかでさ、なんか質問に答えたいな。私まだ初回の楽屋トークしたことないから、あの質問がまだ何もない状態だったからな。はい、というわけで何しようとしたんだっけ、ランキングを読んで終わりにします。13位から13位アルビンズランクさん、12位ソランさん、11位ファンキーキャットさん、10位ロミツさん、9位 TKHKG さん、8位飯田博之さん、7位ママさん、6位アーティーさん、5位カラスのカーコさん、4位タツエモンさん、3位夏目さん、2位玉国さん、1位がはやちゃんさんでした。はい、というわけで今日も見てくださってありがとうございました。じゃあまた明日、おやすみなさーい、またねー、ありがとうございました、おやすみなさーい。